こんにちは、元岡崎です。いつもコメント、高評価ありがとうございます。今回は、カリンバの伴奏の付け方をやっていこうと思います。で、これちょっと今書いてるんですけど、上がメロディーで、その上にコードがあって、その下に四分音符とか八分音符とかわかんないんですけど、書いてるのが伴奏なんですよね。伴奏の付け方をどういう風に考えて付けていってるのかっていうのを、説明していこうと思います。で、はじめの、ここからですね、ここまで。ければあとはもうほとんど同じ説明になってくるので、そこまでしか説明しませんが、ちょっとやっていきます。これですね、まずメロディーを単音弾きで弾くと、ですね、これに、伴奏をつけていくんですけど、今のメロディーにですね、伴奏をつけていくんですけど、伴奏をつけるときは基本ですね、ここに書いてあるコードを参考にいろいろ考えていきます。で、コードには、コードトーンというのがあって、そのコードを構成している音ですね、があるんですけど、そちらの説明はまた違う動画で詳しくしているので、そちらを見てもらった方がわかりやすいかもしれないんですけど、簡単に言うとコードトーンというのは、3つの音だったり4つの音でできているんですけど、詳しく説明しているの動画があるので、これ言ってもわかんない場合はそちらを見てほしいんですけど、例えばコード C はですね、ドミソでできてますね。ドミソを使って C というコードができます。で、 G はソシレで、この Dm はレファラですね。あっていう風にできてるんですけど、で、伴奏をつけるときはこのメロディーに対してこの音を入れていけばいい、いろいろと入れていけばいいんですけど、まず簡単に、このメロディーに対してこのコードが変わっていくところで、まずルート音ですね。ルート音っていうのを、このルート音、そし、G のときはソシレのソとか、これを入れていくわけなんですけど、これをですね、まず一拍目、コードが変わったところの一拍目に入れます。で、実際にこれを弾いてみると、これだけじゃ寂しいので、いろいろと入れていくんですけど、また一つヒントとしてですね、この一拍目に1音だけじゃなくてスライドで入れていくっていう風にしてもいいと思います。どういう感じかというと、みたいな感じですね。それでもすごく綺麗になります。僕は、爪がないのでスライドが苦手なので、いろんな音を入れていくんですけど、この C から G の間にこの音をですね、コードトーンを入れまくってもいいんですけど、あんまり伴奏が賑やかすぎてもちょっと聴いてる方はわけがわかんない感じになっちゃうので、意外とスッキリしてる方がいいと思います。なので僕はですね、まずここ、この初めのこのまず一拍目の伸びるドと伸ばすとこですね、ここ伸びてるので、ここに、ここの、ここはこう伸びてるんですね。このドの音が伸びてるんですけど、ここまでこれ伸びてるんですけど、ここに8分音符でミを入れます。で、実際にやってみると、まず、1音だけ入れる感じでいくとってなるんですけど、ミも入れてやるとちょっと賑やかになりますね。で、この次のメロディーのレの時なんですけど、これコードが G ですね。で、メロディーがレで、ここのレでコードが G ってことは、ここをスライドさせてあげると、いい感じになるので、こういう時はですね、コードの音とメロディーの音が近くてスライドができそうな時はスライドにします。で、実際にやってみると、こんな感じになるんですけど、このスライドした時もメロディーはここにこう伸びてる、音が伸びてる状態なので、ここに一拍8分音符で入れてあげると賑やかになるんですけど、ここはですね、ソシレ、コードトーンがソシレなんですね。
なので低い音を入れてあげた方がコード感が出るので、年入れのうちのレを使います。そうするとどんな感じになるかというと、みたいな感じになりますね。で、こういうですね、メロディーの音が続いているとき、この、それまで、今までのメロディーは、ここの初めの音伸びてますね。なんかこれ伸びているときに入れるんですけど、この、こういうとき、8分音符で続いているとき、こういう時は別に1拍目だけにコードトーンが入っていればいいと思うんですけど、もっと賑やかにしたい方は3拍目に入れてあげるといい感じになります。結構ですね、1拍目3拍目に入れてあげるとコードが際立つんですね。で、2拍目とかに入れてあげてもいいんですけど、まあ音がスッキリしなかったりするので、1拍目と3拍目に入れる感じにします。実際にやってみるんですけど、その前にここもですね、メロディーの音が伸びているので、レファラのファの音を入れてあげるで弾きます。次ですね、歌いますね。で、あとはもう全部一緒ですね。ここも伸びているので、メロディーが伸びているので、ここにミンの音を入れてあげる。で、ここはですね、ソシ、こことかコードトーン、コードが G で、メロディーが、C なので、こう、一緒に弾く感じがいいんですけど。で、ソと C。コードをソ弾いて、メロディーは C 弾いて、でここが伸びているので、じゃあ、このコードトーン、G のコードトーンの、ソシレの、レの音を入れてあげる。まあこれさっきと一緒ですね。で、ここの最後、音がずっと伸びるところは、コードトーンをいっぱい弾いてあげるといいです。コードトーンは3つって言ったんですけど、4つの音を使って作ってるコードトーン4音って言うんですけど、まあ基本的にコードは1個飛ばしで出来上がってるんですけど、ちょっとあんまり言うと分かんなくなっちゃうんですけど、ドミソシ、シも使えるので、で、ドミソシドドで割ってあげるって感じですね。という感じになりますね。で、これ、ここまで全部説明してもいいんですけど、やってることはほぼ一緒になってくるので、もう説明しませんが、この、休符のところとかですね、伸ばしたりするところは、コードトーンを結構敷き詰めてやってもいいと思います。で、実際にちょっと弾いてみますね。まず単音だけ弾いてみます。わかると思うんですけど、で、休符のところに音を入れるんですけど、まず1拍目のコードトーンのドですね。で、ここは音が鳴ってないので、ミとソを入れてあげるとか、どういう風になるかっていうと、まずちょっと単音弾でありますね。もうコードを入れると、みたいな感じですね。で、次にこの音を伸びているところですね、ここに8分音符が4つ入るので、コードトーンを散りばめるんですけど、ドミソで、ドミソシってやってもいいんですけど、次のメロディーがシなので、シの音がかぶんない方がいいから、また1個差があるんですね。このメロディーのシのところは、G なので、その音を一緒に弾くんですけど、ソとシの一緒になって弾いた後に、ソシレファ、ソシレファ、レの後にコードトーンのソとシを入れてあげたりします。やってみると、まず単音だけで弾いてますね。
ここにコードを入れると、ってなりますね。基本もうこんな感じで考えていって、伴奏を入れる感じですね。なので、これを、初めはちょっと難しいとは思うんですけど、何回かやると本当に慣れてくるので、あとはもう弾けるようになる練習をするだけなので、アレンジは結構簡単なのでですね。なので、ちょっとぜひ挑戦してほしいので、これはですね、全部につけた、アレンジをつけてみたやつなんですけど、これと、何も書いてないやつ、この楽譜をですね、PDF でダウンロードできるようにしとくので、概要欄にリンク貼っておきますので、そこ飛んでですね、ぜひちょっとやってみてください。で、なんか僕はその慣れるまで、こういう風にですね、コードトーンを一回全部書いたりしていきましたね。コードトーンっていうのは分かってくるといろいろ面白いんですけど、ちょっと詳しく説明するとこんがらがると思うので、またいつかコード理論とかやるのでですね、そちらで見てほしいんですけど、まずは今日の説明より、伴奏をつけるときに分かりやすい動画が前に作っているので、そちらも概要欄に貼っときますので、そちらを見てみてください。で、今日はちょっとですね、雑な動画になってしまいましたが、以上になります。で、このコードの付け方で分かんないところとかあったらですね、ぜひ教えてもらえると、もっと分かりやすく説明できるように頑張りますので、コメント欄に書き込んでください。ためになった方はぜひ高評価の方よろしくお願いします。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではここまで見てくれてありがとうございました。